お客さんからいただきました、きゅうりです。ですね、すごい肥料がすごいたくさん使って牛糞とかをなんか使っているで、なんかそれ肥料がいいからも超えるぐらい大きなきゅうりができたという話を聞きました。酢漬けで食べたり、昆布の塩に、つけて輪切りにして、食べたり、マヨネーズをかけたり、ケチャップをつけて食べたりってすると美味しいらしいです。はい、じゃあちょっと一回、一回ちょっとなんか用意して食べてみたいと思います。一旦切ります。からいただいた、これはきゅうりです。きゅうりちょっと洗ってみますね。きゅうりを洗って冷やしてみました。で、これはですね、ちょっとつけるように、で、端をですね、きゅうりの端をこうやって切り回して、まあ半分ぐらい切っておきます。半分の半分ぐらい切っておきましょうか。で、これで、これマヨネーズ。マヨネーズちょっとつけて食べてみますね。まあ、うまい。酢漬けもうまいんですけどね、多分。うまい。うまい。これ七味ですね。うん。で、これは浅いとマヨネーズ。うまい。マヨネーズが美味しい。ごちそうさまでした。あとこんだけありますが、美味しくいただこうと思います。ごちそうさまでした。ありがとうございます。では失礼いたします。本日も生誕祭やっております。ご覧の方待ちしております。きゅうりの酢漬けにしました。はい、これちょっと食べてみますね。うん、うまい。はい、以上です。